幹事社の毎日新聞の小山です。よろしくお願いします。はい、ますあの総理からも出口に出口に段階的に歩んでいくという話がありましたが、そこで言及がなかった部分について伺おうと思います。コロナの,のあの感染法上の二類、五類の引き下げの問題を含めた戦略についてはどう考えていらっしゃるでしょうか？あの、冒頭の発言の中で、さらなる取り組みということもおっしゃいました。けれども、この引き下げ問題が入っているのでしょうか？お願いします。 はい、あのご指摘の感染法上の,この分類の議論ですがあの、そうした議論についても、引き続き厚生省の,この審議会等において、専門家の意見も伺いながら、議論は続けていきたいと思っています。ただ、仮にこの新型コロナウイルスの感染症、ウイルス感染症を5類にこのした場合、 例えば健康状態の,この報告、把握、あるいはこの外出自粛等の要請、入院措置、こうしたことができなくなるということがあります。今、まだ感染その拡大の心配が、この世の中でこの感じられている中にあって、このタイミングでこの分類をこの変更するということについては、 現実ではないのではないいいかと思いますあのいずれにせよ、ご指摘の議論につきましては、冒頭申し上げたように、引き続き厚生労働省の審議会等において、政府としてもしっかりとこの専門家の意見も聞きながら、議論は続けていきたいと考えています以上です。